はい、じゃあ今、映っているこのファンコックビエン通りですね。ファンコックビエン通り、よくノイバイの空港からハノイ市内に入っていくときにこの道よく通ると思うんですよね。僕らもよく通るんですけども、はい、この通り沿いにあります、この建物ですね、ツインタワーになってます。手前側がオフィスビル、この奥が、有名なサマセットフォアビンですよね、サービスアパートメントです。はい、このフォアビンの、ビルですよね、フォアビンインターナショナルオフィスタワー、フォアビンインターナショナルオフィスタワー、はい、こちらの今、今日はご紹介をします。はい、いろいろベトナムの国内の、ね、事情であったりとかテナントさんの事情であったりとかあるんですけども、結構ねリーズナブルな金額家賃になってきてるんで、平米単価で18ドルぐらい、かなりこの辺のグレードでいくと、はい、とても安いじゃないかなと思いますので、はい、今結構何件かは空いてはいるんですけどもね、ちょうど今日撮影のできる部屋を、今からご紹介させてもらいます。はい、じゃあオフィススペースですね、ちょっと今から見ていきます。2つ今からご覧いただきますね。たくさん他にもあるんですけども、大体こんな感じだというところですね。こう今お見せしているのが150平米、はい、入り口今こんな風な状況ですけども、当然ガラスをはめ込んで、ちゃんとした化粧をしてですね、入り口のような形にすると、例えば、こんなようなですね、こんな感じ、こんな風な感じで、はい、ここの入り口を化粧をするところももちろんできます。はい、今はもうこんな形にしてますけども、お客様のお好きなようにやっていただければということですよね。で、床はこんな風にもうコンクリートです。はい、でこっち側の方もね、横にもあるんですけども、このと梁は残しておいて、こういった間仕切りを取っ払って全部一つのフロアで使うということもできます。はい、まず今ここをご覧になっていただいている L 字型の、はい、このスペースで150平米ですね。だいたい平米単価だいたい18ドルぐらい、かなり安くなってますね。はい、もともとここのフォアビンタワーというのはもっともっと金額は張ってたはずなんですが、いろいろやっぱりベトナムの国内の景気もまだ悪いということもあるので、はい、少し下げてご提示していただいているという状況ですよね。はい、17階のところからこれたまたま今、ご覧いただいてますけど、はい、とても気持ちのいい、はい、景色ロケーションですよね。はい、高さも見晴らしも結構いいかなと。向こうの方に太鼓もねちょっと見えてますけども、はい、とても働く、オフィススペースとすれば結構いい感じかなというふうに思います。形はこう L 字型、はい、150平米です。じゃあこの横にあるところをちょっと取っ払って、まっすぐ長方形という部屋もあります。はい、ちょっと今そこをご覧いただきますね。この横にあります。はい、この横がこんな感じですかね。はい、110平米、これで110平米です。はい、この見ての通りもう長方形でズドーンという感じですよね。はい、上のこう天井の、エアコンダクトであったり、こういった照明関係ですよね、この辺ももちろんこちらのオフィスビル側で用意してくれます。はい、でもうこの110平米も足して、260平米ぐらいで、全てを使いたいということももちろんできますよね。はい、可能です。面積が広くなったら平米単価掛け算をすると結構グロスが張ってきますから、そんな場合は若干平米単価を勉強してくれたり、いうふうな対応はしてくれるんだと思いますよね。はい、そこのあたりは交渉をします。はい、今フォアビンのこのビル、オフィスビルで空いてるところ、他にもあるんですが代表的なところですね。で、床に関してはこれ、コンクリートでむき出しスケルトンの状況なんですけども、ランケーブルとかですね、そういったものをこう這わせるのに少しだけ浮かせて、はい、そういった仕様で作っていただくこともできますが、ただその辺の、作り込みに関しては費用はお客様の方でご負担していただく必要があるかなと思います。はい、
いかがでしょうかね、まあ、そういった業者さんも含めてご紹介することはできると思いますので、またご検討いただけるのであれば、お声掛けしてください。平米単価が18ドルですから、かなり安くなっている、フォア便のオフィスビルですよね。です、はい、ちょうどこの横がサマセットフォア便ですから、まあ、食住近接で、そこにご契約されているお住まいになっている方もここでお仕事となると、とても働きやすい環境かなと思います。はい、以上、レポートを終わります。はい、でエレベーターホールにエレベーターが4基ですね、4基あります。はい、4基で、この向こうがオフィスですね。で反対側のこちらなんですけども、ここがお手洗いですね。男性用と女性用とあって、でパントリーがこちらになります。今ちょっとやってらっしゃいますけどもね、はい、ここで、ちょっとしたお皿を洗っていただいたりというところ、お風呂じゃない、お手洗いの洗面でコップとか洗わなきゃいけないというところもあるんですけども、ここはちゃんとしたパントリーがあります。はい、以上です。